吉野さん、まあ今日も昨日も私は売り上げを作りました。もちろんみんなの銀行も動画をアップしましたんでね、まあ1人か2人はエントリーやるかなと思ったんですけど、まあそんな感じでいいと思います。1日1000円の積み上げがいくら自分の財務基盤が盤石になってもやっぱ忘れてないってことですかね。自己アフィリエイトもたまにやるんですよ。今ではもうたまにですけどね。それからポイントサイトも未だにやってます。実はね、ポイントサイトなんですけども、不動産の面談ってのがあるんですよ。これは都内のワンルームマンション2000万とか3000万の、セールスを受けるっていうね、昔保険の面談ってあったんですけども、あれの変化版で結構報酬高いんですよね。2万とか3万とか5万ってやつなんですよ。ただしこれは年収が500万以上とか600万以上っていう縛りがあるんですね。私の場合は個人の年収をぐっと絞ってますんで、ここに該当しないんですけども、ただ今年はですね、暗号通貨の決済したんで来年は使えそうだなと思ってニヤニヤしてるんですよね。これね、あっという間に20万くらいいくんですよ。いやーすごいなと思いますよね。保険の面談得意ですからね。でしかも資産状態は十分なんで、きっと前向きに、話をさせていただけるんではないかなと思いますし、何が言いたいかっていうと、その場その場でできることをやればいいってことなんですよ。まさに手持ちのカードを使うということです。私はカードが今増えましたけども、でもカードが1枚しかない時のやつを未だに使ってるんですよね。セルフバッグとかね、それが大事なんじゃないかなと思いますし、セルフバッグがない頃っていうのは私はね、喋りで儲けるためにやっぱりこうセミナービジネスもしましたよ。その街中に行って麻雀店だけじゃやっていけないんでね、衛生管理とか食品衛生のことで、まあ、セミナーをやって、そういうセミナーをね掲載してくれる人がいてですね、小冊子みたいなのがそこに掲載して、講師久保哲郎みたいなねやって、株式会社なんとかかんとかを歴任とかね、なんか歴任って書きましたけどね、当時はね。でまあ私やると3000の入場料で、まあ、30人ぐらいだいたい平均で入ってくれたんですよ。で90分の講義をして、まあだいたいね、9万円っていうのをゲットしたかなっていうところですね。まあ、だからできることをやればいいのかなと思いますし、できることがなくてもやっぱ稼ごうと思うんだったら探し続けないといけないですよね。でやっぱりそういうことでしか突破口を開けないのかなと思います。まだね、手が動くなら手が動かして、足が動くなら足を動かして、何も動かなければ頭を動かして、それしか私はないと思うんで、これからもねできることは精一杯やっていこうと思いますし、そのできることの優先順位は変わっていきます。最小限の労力で最大限の効果が出るもの、これをやっぱりプライオリティ、優先順位の上の方に置いてですね、たくさんやるんだけども労を多くして実りなしみたいなことはちょっと下位の方に置いていかないといけないかなと思いますね。まあでもその中でも YouTube ってのはすごいですね。作れば作っただけ明日に生きる、来年に生きる、10年後に生きると、老後に生きるというね、もうこんなにもないなと思います。まあ、ですんでお金稼ぎたくてしょうがない人はとりあえず YouTube を今日から始めることだと思いますし、逆に言うと、もっと掘り下げて言うと、なんで3年前とか5年前に YouTube 今日から始めようと思わなかったのかなってことですよね。まあどんなにのんびりやってても3年前とか5年前に始めた人が収入に変わってないってことは相当ぼんやりしてない限りはないと思いますね。まあ YouTube ってのはそういうもんですから、で少ない、最初はね少ない売り上げとかかもしれませんけども、そこからやっぱり、広げていくっていうかね、最初はみんな少ないんですよ。最初は1店舗から始めるし、最初は売り上げた500円の弁当から始まるんですよ。だからそう思ったら私の今の財産もね、資産もね、結局一番最初のセルフバッグ、クレジットカードのセルフバッグ8000円かなんかくらいからスタートしてますからね。最初の一歩ってのは千里先に続いてるのかなと思います。いやそれにしてもみんなの銀行すごいですね。やっぱ今日もね借金レベルで6000円ということなんで、明日の朝またこれだけ入りましたよってなってると思います。吉田さん、旅の中からでもこうやって動画送ってくれたりとか、それから顧客対応できてやっぱりすごいですね。この仕組みがずっと欲しかったというかね、ジプシーのように稼げるじゃないですか。これからもねこの稼ぎ方、頑張りましょうね。楽しんでいきましょう。